こんにちは。視聴者の皆様、太郎と申します。思慮深い日本の人々は皆様に最も高潔な願いを送ります。それでは断捨離、物を減らし生活を豊かにをお楽しみください。本日は私たちの住空間を検証してみましょう。そこは静かに落ち着けますか？それともせわしいですか？多種多様なもので散らかっていますか？これらの所有物はどれほど必要で適切でしょうか？住空間の所有者は誰ですか？私たちですか？物たちですか？馴染みのない質問のように思われるかもしれませんが、住空間を整頓する際に重要な役割を果たせるでしょう。日本人の作家山下秀子氏は自身の本「断捨離」の中でこの分野を説明し、私たちを案内してくれます。2009年に発売された断捨離は400万部以上売れ、国際的な成功を収めました。その後カタロニア語、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語で出版されてきました。山下氏はまた断捨離について講演を多数行っています。山下氏がもともとは物の整理が苦手だったと知ったら皆さんは驚くでしょう。お寺に滞在している間に僧侶の振る舞いを観察した後に、彼女は自分のやり方を変えようと決めました。僧侶たちは必需品を大切に扱い、一つ一つのものを隅々まできれいにして、シミがない状態に保ち、禅の奥深さを体験できる空間を作りました。彼女は私たちの生活に新しいものを足す代わりに、物と人の関係を再検討して、必要のない物品を拒絶して捨てるべきだと気づくようになりました。繰り返し実践することでリラックスして快適な生活が送れるように、私たちは物質的な所有物への執着を捨て、精神を解放することができます。なぜ人生は物だらけなのでしょう。それを説明するために山下氏は例示します。同氏の未亡人の母親の家で、彼女は冷蔵庫の中にもともと特売のために購入された期限切れの食べ物が入っている巨大な瓶を見ました。割引、特別価格、贈答品などの同じような社会的要因で物品は生活空間に流れ込み続けます。私たちの家は迂闊にも入り口しかなく、出口がない沈泥で満たされた貯水池になります。その状況はさながら鮎のような状態です。鮎は清流で自由に泳ぎますが、沈泥で泳ごうとすると身動きが取れなくなります。断捨離という用語は実用的なヨガの哲学に由来していますが、拒む、捨てる、切り離すの三語からなっています。山下氏によれば、全過程はあなた自身を中心になされるべきです。私たち一人一人には必要で適切で快適なものを感知し発見できる正徳の知恵があります。断捨離は異なる視点から目の前の対象を再検査する助けになるように、容易にまた効果的に使える固有のメカニズムです。以前は気づかなかったし、使っても着てもいないものに私たちは気づくかもしれません。例えば洋服ダンスにある一着の特別なスーツとか、いつか重宝するだろうと思って取っておいた役に立つけれども他のすべてのものの中に消えてしまった道具などです。あるいはそれは多分同僚、友人か親戚から病気の回復を願って親切にもいただいたベッドにぶら下がっている何千羽もの折り鶴でしょう。強い愛着と感動的な記憶のせいで埃が溜まっていても捨てられない贈り物なのです。これらのものを評価し始めると、住んでいる家の目的について考え始め、あなた自身の家は徐々に以前よりもさらに深く
愛せる空間になるかもしれません。なんと意外な話でしょうか。自分の環境にもっと気を配れるようになり、すぐに軽く明るい気持ちになってきました。スプリームマスターテレビジョンの励みになるメッセージの後に、洞察に満ちた山下秀子氏の本から断捨離についてさらに学んでいきましょう。それでは断捨離、物を減らし生活を豊かにの番組を続けましょう。日本人作家で断捨離の専門家の山下秀子氏による、私たちの家庭環境を改善する方法を指南してくださっています。私たちの家は寝起きする場所を提供するだけでなく、無意識にくつろげる助けをしてくれる整然とした空間にもなり得ます。100年以上前の1859年、フローレンス・ナイチンゲールは看護についての注意という本に、家がどのように数年間未使用で古びた張り替え用壁紙、汚いマット、汚れた家具など汚いものの保管場所になったか、その経緯について書きました。これらの異物がどのように不健康で危険な家庭環境を作り出すかを説明したのです。断捨離の習得されたメカニズムにより、私たちは無意識の障害を取り除き、住空間の意識を高めることができます。したがって私たち自身の住居のエネルギーの流れを変えることができます。断捨離の実践は非常に簡単です。未使用の品を人にあげるだけです。それらを捨てる真の重要性は、私たちの所有物ではなく、私たちこそが主であるという感覚からぶれないことです。拒絶することに必要なのは、個人が現在の状況に最も必要で適切なものを調べてキープすることです。自分には今これが必要かと自問し始めると、物品の品質を検討してそれが必要かどうかを判断し始めるでしょう。日常の持ち物、例えば財布、衣服、冷蔵庫などで、私たちはこれを実践できます。そしてそれらを分類し、選択し、キープするか、もしくは捨てればいいのです。物質の世界の簡素化と再編成により、私たちは判断力の向上とより良い決断力を持てるように、無意識に自らを訓練します。片付けることは心の中に見えない世界を開けることができ、私たちは明確に自然に考えることができます。乱雑を減らしたいなら、どこから始めるかを選びましょう。10集中戦略を使うと断捨離の進行が加速されます。山下秀子氏の本は、目的に応じて選択され得る3種類の領域を明らかにしています。第一の範疇は健康と安全性に焦点を当てます。これらの主要な場所は生存に関係しています。例えば台所、寝室、浴室とトイレなどです。第二の範疇は心理学に深く関係します。見えない空間や見たくないかもしれない場所です。これらはあなたが無意識にとても心配し、また他の人が必ずしも気づかない場所かもしれません。例えばめったに開けられない保管庫や倉庫などです。ここから始めてあなたの意識の変化を体験したらいいでしょう。例えばあなたが長い間無視してきた壊れたランプを交換すると、部屋はより明るくなり、あなたの心も高揚するかもしれません。断捨離の最後の範疇は幸運を強調します。例えば家、繁栄、運を高めたいなら玄関から始めるべきです。あなたの個人的な運を良くしたいなら寝室などから
始めるべきです。定義された時間枠、特定の場所、明確な目的に関連して、著者は誰もが断捨離を実践できるし、永続的な向上に向けてさらに前進できると信じています。捨てるには物品が必要な人に余分な物品を寄付する必要があります。その結果、私たちにとって必要で適切で快適な物品を備えた代謝循環式住空間が作られます。部屋の以前の無秩序な状態には戻らないでしょう。断捨離の実践は自然で自発的な方法で家庭と生活状況を維持し、快適で幸せなものに束縛されない状態を促進します。奥深くでは私たちはより安心で楽観的にもなるでしょう。山下秀子氏は、私たちの所有物は全て神と地球が貸してくれたものだと信じています。私たちは自らの所有物を持っている間、それらの貴重で儚い使用を楽しみ大切にします。縁が切れたらただそれらを手放すべきで、全てのものにこれを実行できます。これが断捨離のメインテーマです。2019年4月、スプリーンマスターチンハイは、物質的なものを少なく持つと霊修行にどう良いかについても言及しました。所以不是说我们有很大的房子啊，豪华奢侈的地方，我们才觉得快乐。我是可以保证这样，我今生保证这样子。东西越多越烦恼，要擦要洗，了解吗？怕人拿走，等等，怕小偷。没有东西就不怕。我们如果东西小，不过我们珍惜的话，又一模一样。比那个多东西还要快乐舒服的啊！当然要照顾身体了，不要虐待了，不要给他太生病也不好啊。不过不需要那么多，让自己健康快乐的，了解吗 ？OK， 呀、yeah. ，反而东西小，就单独的，就比较不会很多烦恼了，懂不懂？不争吵，不分散注意力啊，可以很专心。打坐修行，我是想那个怎么能够帮助世界的事情。私たちがより良い生活のためにより綺麗な環境を作る手助けをしてくださった山下秀子氏に感謝します。確かにあなたの洞察は、読者が平和を見つけ、自らの真の本質ともっと調和するために必要な空間をもたらし続けるでしょう。断捨離の詳細については以下をご覧ください。山下秀子.com